氏の日記に描かれた SCP-870。アイテム番号、SCP-870。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。SCP-870 は8メートル ×8 メートルの密封された部屋に収容されます。モーション、センサーが収容区域に置かれ、SCP-870 の動きは常に監視されることになっています。SCP-870 の逃亡を防ぐために運動センサー式回転銃座が収容地域の外に直接置かれます。統合失調症を患って LD クラス職員1名が常時カメラで SCP-870 を監視することになっています。SCP-870 には48時間に1度牛の死体が提供されます。説明。SCP-870 は定かではない大きさと外見の動物種で、そしてそれは未知の理由により、統合失調症を患う人間のみが知覚することができます。このことから、しばしば SCP-870 の標本は幻覚として退けられる結果に終わります。SCP-870 の標本は雑食で、ほとんどの種類の植物と肉を食べるようですが、一般的には人里離れた場所で食事をします。とりわけ、SCP-870 を知覚する能力を持つ二人の人物が同じ SCP-870 の標本を見たとしても、二人は完全に異なる方法でその外観を照述します。彼らは SCP-870 を以下のように表しました。蜘蛛の足と三つの目を持つワニ。煙男。巨大人面あり。オウム頭の猫背の子供。あまりにも多すぎる足、を持つ蜘蛛。足の代わりに人間の腕が生えている巨大ムカデ。SCP-870 の標本は非常に捕食的で、一般的に数年数ヶ月間食べずに餌の跡をつけます。この時、SCP-870 がいかにして栄養失調に陥ることなくいられるのかは知られていません。最終的に、餌が一人でいるか人里離れた場所にいる一見すればランダムな時間に、SCP-870 は餌を殺して丸飲みします。インタビュー870-1を参照。SCP-870 の繁殖方法は現在のところ不明ですが、統合失調症を患っていた研究者の、日記からは、SCP-870 たちは自身が生き延びるための栄養を必要としておらず、代わりにかなりの長期間 SCP-870 たちの幼生体に餌を再利用していると推測できます。この理論は確定的ではなく、それについての実験が進行中です。現在財団が有する SCP-870 の標本はしばしば封じ込めを突破しようとし、全職員に敵対的であることがわかりました。SCP-870 の収容地域で毎日毎時間大きな音を立てているのを聞くことができます。統合失調症なしに SCP-870 を視認する方法を見つける研究が進行中ですが、これにはかなりの時間がかかるやもしれません。現在のところ、何百とまではいかないまでも、世界中で多数の SCP-870 が存在しているものと考えられています。これらは大衆に対する明白で目の前に迫っている危機です。すべての種類を全滅するか収容する処置が取られなければなりません。インタビュー870-1。回答者。質問者。博士。序文2000年、月、日。氏は、にある彼の自宅で、怪物を殺したと警察に報告した。氏は統合失調症を患っていることが後に判明し、財団は SCP-870 との関係を疑い、彼をもらい受け尋問しました。ログ開始。博士、こんにちは。3、お加減はいかがですか？氏、大丈夫、大丈夫。あんた、誰だ？博士と申します。今日ここに来たのは、あなたが警察で話されたことについて詳細を伺うためです。ああ、そうか。続けてくれ。博士、この、怪物、というのはどのように見えましたか？詳細に解説してもらえますか？あんたも俺を嘘つき呼ばわりするのか？あれは本物だ、チカって言う、確かにあそこにいたんだ。博士、3、質問に答えていただけませんか？すまねえ。ちょっと緊張してたんだ。
そうだな、あれはまるで雲のようだった。だがその足がいっぱいだった。あいつは俺の方に駆け寄ってきて、悲鳴を上げて俺は撃ったんだ。博士。さん、その時初めてあなたは怪物を見たんですか？ああ。博士。よく聞こえません。質問に答えてください。俺はあいつらをいろんなところで見てた。あいつらを追いかけて、何やってるのか見た。あいつらが現実なのか知りたかったんだ。わかるか？博士。理解できると思います。何か重要なものを見たんですか？奴らの一匹はこいつを探してた。俺はそれを見たんだ。こいつの家の外で、こいつを見つめてた。こいつを見ているあれを見ている俺。何かを床に落として、それがどっかへ行った。そんな経験ないか？博士。そうですね。それで？実際はどこにも行ってないんだ。こいつは、俺はこいつが定規を落として、それは机の下にあったんだが、それがそれを奪い取って、それを丸ごと食っちまった。それから数日経って、こいつを食っちまった。丸飲みにしたんだ。博士。そうですか、ありがとうございます。3。女子に外まで送らせましょう。ログ終了。最終報告。死は A クラス記憶処理と投薬を施された後解放された。厄介なことに、死の証言は SCP-870 が人口密集地に今もいることを意味していた。さらなる調査が進行中である。ホイ871。個人的には、統合失調症のヒトラが本当に完全に SCP-870 を見ているとは私は信じておらず、我々よりは彼らの方がよく見ることができるだけだ。我々の脳がそれを見せようとしないので、我々は見ることができない。統合失調症のヒトラは、彼らの脳はほんのちょっとだけ違った配線をしていて、それで彼らはほんの少しだけその姿を見ることができる。これらは完全な迷彩を身にまとっており、我々は単にそれを見る能力を持たないのだ。博士。